エドワード4世、エドワード4世、エドワード4、1442年4月28日から1483年4月9日は、イングランド国王、在位、1461年から1483年、ただし1470年から1471年にかけて数ヶ月の中断がある。バラ戦争。 1455年、1485年、1487年の第一次内乱に勝利したことにより、ランカスター家のヘンリー6世を排位して、幼く帳を開いた。ボリック博、リチャード・ネビルの反乱、第二次内乱により、短期間だが王位を追われて、ヘンリー6世の福位を許すが、反撃に成功して、王位を取り戻している。だが、若くして休止したため、 弟のリチャード三世による三脱を許し、チューダー朝がヨーク朝を倒す結果を招いた。イングランド大位継承権者ヨーク公リチャードとセシリー、ネビルの次男として1442年4月28日にフランスのルーアンに生まれた。彼の生まれたヨーク家は王家であるランカスター家を除くと唯一のエドワード三世の男系子孫であった。兄であるヘンリー・オブ・ヨークは創生しており、 実質的な長男である。幼少にして、マーチ博、ウェールズ返協博に助釈され、少年期の大部分を、ウェールズ教会地方、ウェールズマーチのラドロー城で過ごした。大仏戦争、百年戦争の主戦派だった父の、ヨーク公リチャードは、ヘンリー六世が徴用する、和平派のサマセット公エドムンド・ボーフォートとの、権力闘争を激化させ、1455年に第一次、 戦闘オールバンズの戦いを引き起こし、バラ戦争と呼ばれる内戦に突入する。戦いに勝利して、サマセット公を戦死させた、ヨーク公・リチャードは、五国教、摂政に就任して、権力を掌握するが、マーガレット王妃の巻き返しを受けて窮地を地入り、1459年に内戦を再開させた。ラドォード教の戦いで、ヨーク軍が敗れるとエドワードは、 母方の叔父のソールズベリー博、リチャード・ネビル。その子で、いとこのウォリック博、リチャード・ネビルと共に、華麗に逃れている。翌1460年7月にエドワードは彼らと、共に、イングランドへ、逆上陸を果たし、歓迎を受けて、ロンドンに入場し、ノーサンプトンの戦いで、ランカスター軍を撃破して、ヘンリー六世を捕らえた。 ロンドンに入場した父は王位を要求したが入れられず、五国共産人とヘンリー六世死後の王位継承者となることで妥協させられた。この後、エドワードはランカスター派討伐のために、ウェールズに戻った。翌1461年明けに、父王ク公リチャードと自定のラトランド博へドムウンド、ソールズベリー博が、ウェイクフィールドの戦い。 1460年12月30日で敗れて戦死したことを知らされることになる。ヨーク公イと父の多い請求権を引き継ぐことになったエドワードは急ぎ軍を招集し、ペンブルック博ジャスパー・チューダーとウィルトシャー博ジェームズ・バトラーが率いるランカスター軍を月2日にモオーティマーズ・クロスの戦いで打ち破るとロンドンへと兵を進めた。マーガレット王妃のランカスター軍は 第二次戦闘オルバンズの戦いで、ウォリック博率いるヨーク軍を撃破して、ウンリー六世を奪回し、ロンドンに迫る者の,の、兵に略奪を許したために辛抱を失い、ロンドン入場を拒まれてしまう。この間にエドワードは、ウォリック博と合流して、ロンドン市民の観光を受けて入場した。彼はで開催された、ヨーク派の評議会で国王に衰退され、3月4日に、 即位するエドワード四世。それから間もなく新国王とウォリック博は北へ向かい、3月28日のタウトンの戦いで決定的な勝利を収めた。ランカスター派のマーガレット王妃とエドワード王子はスコットランド、ついでフランスへと逃れ、ヘンリー六世は1465年に捕らえられてロンドン島に遊兵された。1461年6月28日。 19歳のエドワード4世は、ウェストミンスター寺院で、退官式を挙行した。彼の王位は、親族ネビル家に追うところが多く、当面の間は彼らに指導されることに不満を抱かなかった。エドワード4世は、まだ若く、有境を好む一方で頻繁に出生しており、1462年から1463年の、北部でのランカスター派山島との戦いに参加した。 最もっとも、最終的な勝利を確定した1464年5月14日のヘクサムの戦いには不在であり、この時期にエドワード4世は、リバーズ教リチャードウッドビルの娘であり、ランカスター派、騎士、1461年死去の未亡人である、エリザベスウッドビルと秘密結婚を行っている。この身分違いの結婚は貴族たちからの不評を買うことになる。 この結婚は9月29日のに公表され、フランス王類11世の義妹ボナディサボイアとの縁組交渉を進めていたウォリック博の面目を失わせる結果となった。エドワード4世は新たな親族となったウッドビル一族を長身となし、シュートはリバーツ博に助釈されて、自重部官庁に任命され、エリザベス王妃の弟と連れ子は貴族に助釈され、妹たちは 貴族と結婚させた。外交政策ではエドワード4世は、ボリック博の新仏政策を覆し、ブルゴーニュ公との同盟を望んだ。この対立は、数年間は、破綻には至らなかったが、ウッドビジュ家に対する世間の不満は高まり、ボリック博はエドワード4世の意に反して、彼の娘イザベルと結婚した王帝クラレンス公、ジョージとの名役を結ぶと1469年に、 反乱を起こした。エッジコート、ムーアの戦いで、国王軍は敗北。エドワード4世は、不意を打たれて捕らえられて、ミドルハム城に遊兵され、衆頭は残首された。半年間、エドワード4世は、ウォリック博の監視下に置かれたが、リンカンシャーでの反乱の機会に、自らの軍を集めることに成功した。ルーズコートフィールドの戦いで捕らえられた、反乱の指導者は、 ウォリック博の関与を告白し、ウォリック博とクラレンス公はフランスへの逃亡を余儀なくされた。国王はこれで自らの安全は確保されたと考えたが、ウォリック博とクラレンス公はマーガレット王妃を中心とする亡命ランカスター派と同盟を結んでいた。彼らの反撃を受けたエドワード四世はネーベルラントへの逃亡を余儀なくされた1470年9月。 ウォリック博は、ロンドン島に遊兵されていたヘンリー六世を、復癖させた。妹マーガレットのオットブルボーニー公、シャルル、ゴータン公は当初は、援助を拒否していたが、最終的には、軍資金を提供した。1471年3月にエドワード4世と、マッテイのグロスター公、リチャード、後のリチャード3世は将軍勢を率いて、ヨークシャー海岸のに上陸した。 そこから南下して4月11日に歓迎を受けつつ、ロンドンに入り、ヘンリー6世をサイドロンドンとへ投獄して、福井を果たした。3日後の14日に、バーネットの戦いで、ウォリック博を廃止させ、5月4日のデュークスベリーの戦いで、ランカスター軍にも勝利した。捕らえられた、エドワード王子は処刑され、同じく捕虜になった、マーガレット王妃は後に、フランスへ送還され死去。 ヘンリー六世もロンドン島で殺害された。これにより、ランカスター家の王位継承権者はほぼ根絶やしにされ、エドワード四世の王位は安泰となった。エドワード四世の地位は、エドワード王大使、後のエドワード五世の誕生によって強化され、亡命中の1470年11月4日に、王大使が生まれた敵対者たちの領地を没収することによって、王室財政を持った。 クラレンス公はエドワード4世に基準したが、マッテイのグロスター公との不和が生じていた。クラレンス公は、は、ボリック博の長女イザベルと結婚していたが、グロスター公も、ジジョアンと結婚して、ネビル家の医療相続を主張していた。彼らの不和に加えて、クラレンス公は陰謀への関与を続けており、エドワード4世を悩ませていたが、結局、この問題は1478年に、 クラレンス公が処刑されたことで決着を見ることになった。エドワード4世一世後半の軍事的冒険は1475年の短期間の退仏戦争であり、この結果、エドワード4世はを締結した。外交的にはこの条約は不名誉なものであり、同盟者ブルゴーニュ公との当初の計画ともかけ離れたものであった。しかしながら、この条約はイングランドが国力を充実させるに、 必要なものを供することとなった。条約によって定められた、ルイ11世からエドワード4世に支払われる2万フランの年金は、本国政府の財政を賄わせ、課税のために議会を開く厄介を避けることができた。晩年の彼は自堕落になり、修文にまみれたが、ロンドン市民は彼の不貧困には慣れていた。宮廷の権力は不人気にもかかわらず、 ウッドビジュ家が掌握しており、北部を統治する困難な仕事は、グロスター公に委ねられた。1482年、ルイ11世は、ピキニエ条約に廃藩して、フランス王大使シャルルと王女エディザベスと婚約を破棄し、年金の支払いも停止した。エドワード4世は、再生の準備を進めるが、その最中に病に倒れた。エドワード4世は、 身体強権で40代に入ったばかりであったが、おそらくは、婚姻と不節制により、1483年4月9日に、ウェストミンスターで休止し、ウィンザーの正常時代制度に埋葬された。大井はわずか12歳の長男のエドワード個性に、継承されたが、3ヶ月も経たない6月26日に、オジグロスター公によって廃位され、代わって彼が、 リチャード三世として即位することになった。エリザベスウッドビルとの間には、長男のエドワード五世とヨークコーリチャード・オブ・シュルーズベリーの二人の男子がいたが、リチャード三世によって兄弟は、ロンドン島に遊兵され、おそらくは殺害されている。五人の女子のうち、長女エリザベスは、リチャード三世を打倒して、チューダー町を開いた、ヘンリー七世と結婚した。 エドワード四世は美男でアリセが抜きん出て高く、多数の女性との浮き名を流している。その公職ぶりから、王が、ロンドン市内視察に出ると市民は妻女を隠したという。青年時代は静観な美女部であったが、戦争がなくなると不節制に陥り、晩年は、非満体になっていた。エドワード四世は、多数の愛称を持ったが、最も有名な女性はとエリザベス・ルーシーである。 エリザベスウッドビルトの正式な結婚以前に彼は、シュルーズベリーハクジョンタルボットの娘婚約しており、このことが、リチャード三世の散脱の際の口実となり、没後にエリザベスウッドビルトの結婚は無効とされ、二人の愛の子は、諸子とされた。エドワード四世の出生自体にも終文が付きまとい、ボリックハクはエドワード四世は母、セシリー・ネビルの風技密通による死生児であり、 クラレンス公こそが、ヨーク公、リチャードの正当な血筋デルトの噂を流しており、この修文話は、リチャード三世の三脱字にも利用された。ルネサンス期の王公として、エドワード四世は、イングランド初の先制君主となったが、彼は、また新聞家のパトロンとして、そしてイングランド初の印刷業者となった、ウィリアム・キャクストンの友として、名を残す。彼は、 同時代のイタリアの君子たちと同様に、商業的な目的から、ロンドンの商人たちに共同経営者として、投資をしている。エドワード4世は、王妃エリザベスウッドビルとの間に10人の子を設け、そのうち7人が成長している。1483年、リチャード3世が、王位につくために議会によって、これらの子たちは、諸子と宣告れた。エドワード4世には、 幾人かの書士がいると伝えられる。ヨークコリチャード・オブ・シュルーズベリーを戦勝して、王位を請求したはエドワード4世に要望が、似ていたと伝えられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。